かえりバンド系はマンジーです。バーン、うんちゃんです。早いもので我々の夫婦生活およびえ夫婦で YouTuber 生活、はい、3年を超えてもう3年半に近づいてきてると、うん、まあね、我々2人で YouTube を主軸にね、うん、活動しておりますのでですね、二人でお家にいる時間っていうのはどうしても普通の夫婦と比べると本当に長いと思います。長いですね。はい。僕はね、うん、全然それでもいいと思ってるんですよ。いつも一緒。全然嬉しい。でも、うん、うんちゃんにとってはそうじゃないかもしれない。うんちゃんが僕に嫌なところがあっても言えずにいるかもしれない。いや、言ってますけどね。こう、お互い、まあ、いっかってなってるところとか、さっき言ったよって言ってたけど、言ったけど、結局やってくれてないこととか、うやむやになっちゃってることとか言えてないでいる部分、そういうのがあれば、まあ、今回吐き出しちゃおうぜみたいな積もってきてるんじゃないかなと思うわけですよ、うん、溜まった何かを吐き出す回ということで、まあ、こうやってね動画に残すことで、あそういえばそうだったなって思い返せますしね、うん、今回はねさらに2人でね決め事を作って文章に残そうと思います。はい。はい。どうですか？重たいですね。重たい。全然関係ない話していいですか？はい。文章でもらったことあるんですよ。高校生の時に。告白をされて、うん、そのお付き合いをした次の日に文章をいただいたんですよ。文章？プロフィールみたいな。ああ、はいはい。そこに名前は何々、好きなことは何々。特技は何々って書いてあって、最後に好きなものお前って書いてあった。怖っと思って、それからね、音信不通になったんですけど。まあまあ文書つながりでね、文書つながりでだから重たいと感じると、うんちゃん的には重たいとその時感じたから、ちょっと重たいなと感じ、文書になってるとね。そう、僕それがしたいんですよ。そう、すいません。うん、いいですよ。だって結婚したから逃げれないじゃないですか。いや、どっちかっていうと、うんちゃんが、俺に何かしてほしいっていうのをこう、強いものにするために作りたいなと思ってる。ああ、なるほど。俺がうんちゃんにこうしてっていうのはそんな多分ないと思うんですけど、うん、その文章を作っていくにあたって、この3年生活しててバンディに言いたいことあれば。言いたいことは、ね、いっぱいあります、ね。いっぱいある。アマゾンで買った荷物を開けて3日ぐらい段ボールを放置してる。いやいやいや、まあそうですね。3日ね。まあ、もちろん皿も片付けないもあるんですけど。食器はね。そうですよ、ね。皿を水につけないとかありますよ。暖房の使いすぎ。暖房の使いすぎ。それは私でした。水つけないのって皆さんどうですか？食器を水につけなくていい派。いや、なんか、いいっていうわけでもね、もちろんつけた方がいいっていうのはわかるんだけど、でもね、僕は日本中のお父さんたちが、そう言われて喧嘩になってると思ってて。なってると思います。僕の知り合いの先輩も、それで喧嘩になったって言ってたし、別に洗うのは洗うから、この後。ちょっと洗いにくくなるじゃない、確かに。つけてなかったことによって。うん、でもそれをこぼるのは自分だし、で、そのちょっと洗いにくいの度合いって、理系男子からするとほんのちょっとに感じるんですよ。洗った後見たら、大人のふりかけめっちゃついてる。それは水につけなかったせいじゃないですよ。僕の。水につけなかったせい。僕の不注意なんですよ。大雑把なところ。言い訳はいい。こうなるんですよ。で、それが嫌で俺、洗浄機買ったんだけど、壊れちゃって、まあ後回しにしちゃうっていうのがありますよね。その段ボールもそうだし、洗い物も自分でやるからって思ってるけど、後回しにしちゃうから、結局やってないじゃんって怒られちゃうっていう、そうなん。ことがあるっていうのは、そうですね。だらしないっていうことですね。うん。ちょっとだらしないかもしれない。散らかってても、めちゃくちゃ散らかってなければ大丈夫なんですよね。そう、性格的に。でもデータ管理だけ綺麗にしてる。データはちょっとね、気持ち悪いんで。あとはですね、はい、バンヌ家で人気がある毒を盛る妻シリーズですね、はい、人気のドッキリシリーズですね、はい、そろそろ申し訳なくなったっていうのと、なんか怒ってるんですか？そろそろ申し訳ないなって思う部分があるんですよ、僕に対して。辛いのもしかして口が臭いのはそのせいなのかもしれない。ストレスで。ストレス。逆に私に言いたいことってありますか？僕が言いたいことはそうですね。まず、
言いたいのはありがとうってことですね。はい、ありがとうございます、いつも。言いたいのはやっぱ体に気をつけてねっていうところが多いですかね。寒がりなのもそうなんですけど、やっぱ体本当に動かさないから寒いって言ってどんどんこうなっていくから、もっともっと寒くなっていくと思うんですよ。ちょっと動いたら暑いなって言って怒ってるから、その体調管理と体温管理をと、あとお酒、はい、ですかね。まあ飲みすぎないようにしてほしいなっていう、ほどほどにということ、ね、ほどほどにっていうのは、もう体調のためにね、長生きしてもらうためにちょっとやってほしいなって思ってますけど、ね、なるほど。飲みすぎですか飲みすぎですかって言われると、僕からするとちょっとそういう時もあるかな。それを止められない僕もいるんですよ。楽しそうに飲んでるんで、お酒好きでもうほんと楽しそうなんで、飲んでる時楽しそうってこうバーって楽しそうで、朝ドーンだと僕としてもちょっとやっぱついていけない時があったりとかするわけですよ。もうだいぶ慣れたんですけど、最初はすごいびっくりしたんですよ。数時間前と別人だみたいになったんだけど、朝も昼も夜も楽しそうに過ごしてもらえたら、まあ健康ですね。だからね、健康だったらずっと楽しいと思うんで。わかりました。はい、お願いします。はい、まあほどほどに飲んでいただけたらなと。了解しましたよ。ます多分無理かもしれないじゃあ文章作ってきますか、こんな感じで。はいはい、じゃあ作っていきたいと思います。本日交通館において以下の通り合意し、本契約を締結したはい、食器をちゃんと、うん、特にベタつきがひどい時は水かお湯につけるようにする、口臭原因を探り改善するよう尽力するものとする、収納を怠らないものとする、うんちゃんは健康でいることを心がける、バンディは食卓にてステルス的に激辛の食事が出てきた場合、オツに対し憤りの感情が湧くことはない。あらそれ夫婦間の了解っていうことで、はい、印刷してきました。書けばいい。はい、書けばいい。夏にで、その前にちょっと待ったこのサインした紙、二、うん、人でじゃあ一枚一部ずつ作って保存しておけますか。いや、ある程度紙なんで劣化はね、劣化はしますよね。じゃあこれをスキャンしといてデジタル的に保存しといてっていうのもありかもしれないけど、うん、そもそも一回紙にするのどうなんっていう話じゃないですか、うん、面倒じゃないですか、自分で印刷したのにということでですね、我々夫婦間のこの合意書、合意契約書はですね、デジタルで、はい、保存していきたいと思います。これは案件ですか。そうです今回はですね、この動画ドキュサインさんの提供で制作させていただいております。ありがとうございます。身の回りには契約書や同意書、申し込み書とかいろんな文書がありますね。まあ、今回の場合の契約書とかもそうです。夫婦間の、ね、約束事を決める、こういうのも書く人は書くかもしれない。紙で用意して、ペンも用意して、印鑑用意してってやるのってまあ面倒じゃないですか。しかもこういうね、文書がね、いろいろどん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 溜まってって、どこに置いたっけ、どこにやったっけって分かんなくなっちゃう、紛失しちゃうこともあると思います。ドキュサインを使えばいつでもどこでもパソコンやスマホを使ってこの作業をすることができるようになります。誰でも直感的かつ簡単に使うことができる、世界的にも広く使われている電子署名サービスでございます。もうこんなものはいりません。それでは実際にうんちゃん、ちょっとスマホ持ってきて、スマホはいつも 手にあるもんね。ペンはいつも持ってないけど、スマホはいつも持ってるんですよはい、というわけでですね、ドキサインログインした状態、ここにまず今僕らが作ったですね、文書ですね、同意書ですね、これを入れます、うん、はい、ゆうやばんのにがまず僕ですね、うん、まず僕が署名が必要ですね。そしてうんちゃん入れます、うん、それで次へ行きます、ね、署名がこれがうんちゃんですね、うんちゃんの署名がここに欲しいとですね。でもう一人僕ですね、署名がここに必要だと、で印鑑が必要だと、次へ、でここで
うんちゃんにと僕にっていうか、まあ僕は僕なんでこのまま続けてこのまま署名していきます。うんちゃんにも送ったんで、うん、スマホで確認してください。ここに僕の署名をしていきます。僕字汚いな。で、あらかじめ作っといた印鑑をここに押します。来たよ。来た？うん。ちょっと僕の字汚いんでドキサインが作ってくれるやつにしよう。僕はもうサインしました。で、うんちゃんにはメールが届いたので、そうすると確認できて、ここに署名と、うん、印鑑を押してくださいっていうのがあるので押しています。はい、署名。お、手書きもできるんだ。手書きもできます。手書きでやってみていいですか？いいですよ。おお、かっこいい。これ、これもかっこいい。これ、うん、これを印鑑を押します。印鑑を押します。はい、できた。はい、署名ができたものがここに出てきました。ということで、めちゃめちゃ簡単です、うん、今までの押印署名作業って何だったんだって思わされちゃうような感じなんですけれども、これで署名としての効果あるのって心配になってしまいますが、文章を送った人、署名した人の情報、時間、場所、IP アドレスなどの情報が残ってますので、うん、普段の署名とかハンコとかよりもいくらかいろんな情報がここにはあるっていうことで、まあ信頼できる署名の価値っていうのはね、あると思います。はい、紙だと逆に印鑑って誰でも押せちゃうじゃん。そうそう、その人以外でも押せちゃうんで、今回僕たちのように個人間で使うっていうのももちろんね、便利、簡単で便利なんですけど、このドキサイン、署名っていうのはやはりビジネスシーンで使われてることは多いです。今も紙で印鑑を押している事業者の皆様、ぜひこのテレワーク時代の今こそ、このドキサイン、電子署名の導入を考えてみてはいかがでしょうか。はい、以上でございます。ドキサインに関する情報は動画の概要欄にございますので、そちらをぜひチェックしてみてください。まあ、今回のこの話でさ、一応さっき投げ捨てちゃったけどさ、いろんな話し合いができたのでいい機会になったんじゃないでしょうか。まあ、これはいらないんですけどね、文字に起こしてサインしたことでまた新たなね、意識が芽生えますので、今後ちゃんとサラワをつけます、はい、そして最後に視聴者の皆さんにクイズです。バンディがうんちゃんに実は言ってない直してほしいところがあります、うん、それは何でしょう。まあ、コメントに書いていただいてもいいんですけど、答えはこのドキュサインのサイト、概要欄にあるドキュサインのサイトの方で発表されてますので、ぜひそちらで答えチェックしてみてください、はい、気になりますね。私も見てない知らないですよ、何が書いてある。この動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録をお待ちしております。おかようか。この動画がいいと思ったら高評価、はい、この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録もお待ちしております。それでは皆さん、いってらっしゃい。